こんばんは、平井弘明です。今回はですね、公式 LINE の方にコメントいただきまして、指導とバックスイング、トップポジション、インパクト、この4つを詳しく解説してくださいっていうふうに言われたんで、今回その4つのポイントを取っていこうと思うんですが、それはやらないで、やっぱりそれよりももっともっともっと大事なことがフォロースルーなんです。なんでフォロースルーやります。と言ってもリクエストをいただいたので、その4つのポイントを一つ一つ解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まず指導ですね。大事ですよね。やっぱり動くきっかけというのがあった方がいいんです。今僕きっかけと言いましたけども、皆さん上げるタイミングだったり、クラブの動かすきっかけをどう作ってます？例えば僕だったら2ミリ沈むんですよ。僕はこうやって構えて、クンつってこうやって2ミリ沈んだの分かりました今。それ指導なんですよ。僕こうやってやって、こうやってトントンってやって、こうやって沈むんですよ。気分によるかな。でも何かしらきっかけあるんです。例えばフォワードプレスつってこうやってやって、クンクンって上げる人もいるんですよ。井田なんかはこれをクンってやってこうやって上げるんですよ。僕の同級生です、高校の時の。ごめんなさい。彼なんかはこうやって構えて、こうやってグリップして、こうやって構えて、こうやって上げる同級生がいるんですけど、彼なんか右膝折るんです、こうやって。それでタイミングを取ってる。だからいろいろ指導のやり方ってあるんですよ。パターなんかもあると思うんですよ。こうやってやってフォワードプレスでこうやって上げる人とかもいるんで、要は 1,2,3 っていうリズムを取りたい方なんかは結構指導が大胆というか大げさにやる方が多いんで、そういうきっかけを作ってあげるのってすごい上げやすいんですよ。ただそれをやらないでもう静止状態から自動ってこうやって上げる人もいるんで、やるやらないはいい悪いではないんです。なんで上げやすい上げ方がいいですね。次にバックスイングなんですが、結構バックスイング気にされてる方多いんですよ。どこに上げようとか、どこに引こうとかですね、体の回転はどうだとかって結構多いんですけども、まず基本をやると、ご自身のアドレスを取っていただいて、ボールから50センチぐらいはまっすぐ引いてもらいたいですかね。だいたいそっから体が回転するんで、クラブも自然とちょっとこうインサイド目というか、大きい扇を描くようなクラブヘッドでですね、大きい扇を描くようなイメージでバックスイングを取ってもらう。腕が斜め45度、クラブが地面と平行ぐらいになったら、縦コックを入れていただいて、プラスちょっと肩を回してあげたら、こんないいバックスイングができます。これポイントですね。もう一回やりますよ。指導からつけちゃいましょうかね。コン、クー、トーンつって、こういう感じ。そうすると今遠心力かかってないんで、平行よりちょっと上になってますけども、これ遠心力かかるとクラブが地面と平行ぐらいになるんで、基本ぐらいの位置になるかなっていう感じです。トップ今一緒にやりましたけども、そんな感じですかね。ただバックスイングで逆にやってはいけない良くないことっていうのは、ちょっと右膝見てていただきたいんですけども、この時にバックスイング上げた時にこうやって膝が後ろに引けてしまう。これなんでダメかっていうと、体が回りすぎになっちゃうんですよ。体が回りすぎるとクラブがクロスしたりします。あとは自分がインパクトに戻ってこれなくなっちゃう。要は迷子になっちゃうので、球がどこに行くかわからなくなっちゃうので、できればアドレスの右膝の自分の位置を確認していただいて、ここからなるべく動かさないところでトップを作ってあげるのがバックスイングのポイント。だから喋りづらいですし、回転しづらいんです。要は辛いんですよ。辛くないとストッパーが効いてない証拠なんですよ。これ楽にこうやって回っちゃったら反発がないんで、自分で自力でインパクト戻さなきゃいけない。でもボールを打つことに集中したいんで、自分で戻すプラスボールを打つってなったら相当な作業量になっちゃうんですよ。あんまり良くないので、できればグーンってやって脱力した時にプンって戻るぐらい上と下が捻転差ができてて反発してた方がいいです。そうすると自力で戻さなくても、戻る力プラス自分のちょっとの力でブーンって加速ができるんで、そういう方が飛距離にもつながりますんで、そういうバックスイング取っていただいた方がいいと思います。次にインパクトなんですけど、
インパクトはやっぱり理想の形としてはアドレスから腰だけ45度切ったぐらいの位置、この位置に戻ってきた方がいいです。それは例えば左足軸の人だったり右太もも軸の人、この2パターンが一番多いと思うんですよ。どっちかなんでやりやすい方でいいです。自分は左の足一本のこういうポジションでインパクトを迎えたいのか、ここからここですよね、右太ももを縦軸こうやって軸にしてこういうインパクトをしたいのかによるので、どっちかができてたら相当いいインパクトになるんで打ちやすい方がいいですよ。無理に体重移動しようとしなくても、体重移動を無意識にしちゃう人だったらやっぱ左足パンってパンって一本になってインパクトこうやって迎えられた方がいいですし、いや体重移動苦手だなっていう方なんかは右太ももを軸にしてこういうインパクトを迎えてあげた方がいいので、両方いいと思いますよ。いい球出るんで、練習場でどっちか試していただいて、体重移動するタイプなのかしないタイプなのかを自分ではっきり分かった方がいいですよね。それでインパクトの形をイメージして作ってあげた方がいいです。大丈夫ですかね。で本題に入っていいですかね。フォローする今指導やらバックスイングやらトップやらインパクトって散々ね好き勝手喋ってやってきましたけど、一番大事なのは今の4つのポイントよりもフォロースルーの方が数百倍大事なんですよ数百倍そう、例えばバックスイングからインパクトまでがなんとなく皆さん一緒の動きをしたんだとしたら、ここからアウトに抜くかインに抜くかで球筋が変わるんです。だからスライスを打ちたいんだったら、スライスを出したい方向にクラブを振ってあげたら、そこからボールは曲がって真ん中に返ってきますし、フックを打ちたいんだったらフックをこう出球を出したい方向にクラブをバンって出していけば右に出てターゲットに返ってくるっていう球が打てるんで、とにかく自分の球を操りたい方向にフォロースルーを取っていくっていうのが大事なんです。例えば低いボールだったら低いフォロースルーを取ってあげるし、高い球だったら高いフォロースルーを取ってあげるっていうイメージを持ってあげた方がいいんです。なんで体の使い方だったりもちろん大事なんですけど、それよりもクラブがフォロースルーでどういう動きをしてボールを運んでるかっていうのがすごい大事なんですよ。だからよくフルスイングしてくださいねって言ってもバーンってインパクトで止まっちゃったりすると、もうボールがどこ行くか分かんないですよ。当てただけなんで、ボール投げるにしてもこうやって投げてるようなもんなんですよ。ちゃんとこうフォロースルーを取ってあげて、こう球がビューンって伸びるのと一緒で、やっぱクラブもそうなんですよ。ちゃんとフォロースルーをバーンって大きく取ってあげて打ちたい方向に、それでフィニッシュを取ってあげないとボールもどこ行くか分かんなくなっちゃうんで、ちゃんとしたフォロースルーを取ってあげることが大事なポイントになります。バックスイングって助走なんですよ。なんでその助走をうまく取れてればうまくフォロースルーが取れる。結局はインパクトフォロースルーのためにバックスイングを取るだけなんで、バックスイングがメインディッシュじゃないんですよ。あくまでもフォロースルーなので、ここのフォロースルーを出したいがためにバックスイングをどこに上げるかだけなんで、あんまり先にバックスイングバックスイングってならない方がいいんですよね。だからスライスを打ちたいフォロースルーを左に出したい、球を左に出したいんだったらここにクラブが行くはずなんで、ここにクラブが行くようにするにはっていうバックスイングを取らないといけないんですよ。だからフォロースルーっていうのは相当大事になってくるんです。いくらスライス打とうとしたってアウトに抜いてたら右に出てスライスするんで、ターゲットから遠ざかるスライスが出たりするんですよ。そうじゃやっぱ戦えないですよね。ターゲットに向かっていくスライスが打ちたいわけなんで、そのターゲットよりも左に出さないとそれは実現しないですよね。だからちゃんとインサイド左側にクラブを抜いてあげることが大事なんで、そういう使い方っていうのはすごい大事になってきます。まっすぐ打つときは、もう大事なの？そう、もちろん。まっすぐ打つときはターゲットに対してまっすぐ出していかなきゃいけないの。そうするとバックスピンが縦軸でちゃんとかかって球が曲がらない。だからもちろんまっすぐよりもアウトインに抜いたら軸が斜めになるから球は曲がる。あとはもちろんオープンフェイス、クローズフェイスでももちろん球曲がるんだけど、まっすぐ戻ってきた前提でも軌道が曲がってると絶対ボールの軸は曲がるから、回転軸は、それで球が曲がっちゃうんだよね。
前の動画でも言ったかもしれないですけど、故意にインテンショナル、インテンショナルフック、インテンショナルスライスって言いますけども、ストレートボールも打とうとして打ってるんだったらストレートもインテンショナルです。全て自分が打つんでインテンショナル、覚えててください。国語みたいになっちゃった。そうだから、ストレートボールを打つんだったらクラブと右腕を打ちたいターゲットに対して意思表示をしてあげられてるかどうか、まっすぐちゃんと打ちますよって伸びてないとそっちにボールは飛んでいかないです。それはフックスライスもさっき言ったように一緒ですよね。そっちにちゃんと意思表示をしてあげることがめちゃくちゃ大事です。でも全部手打ちなんです。全て手作業でパンって打ってあげないといけないので、スライスだからこうやって打つとかっていうことじゃないです。ちゃんとスライス打つにしてもこうやって打たなきゃいけないですよ。フック打つにしてもこう、ストレート打つにしてもこう、全て同じ形なんですよ。フォロースルーの抜く場所によって球筋が変わるだけなんで、手首の返し度合いとかではないんです。だからそこを勘違いしてもらいたくないですね。やっぱりフェースを開いてカットに打つことがスライスと思ってる方もいるし、それだと距離が落ちるスライスになっちゃうんでね、自分の番手の距離を落とさないスライスフックを打たなきゃいけないから、フェースはちゃんと返してボールを捕まえなきゃいけない。ただ曲がり方を変えてるだけっていう意識を持ってもらった方がいいかもね。だからスライスはこうじゃないですよ。ちゃんとこうやって打たなきゃいけない。フックもこうじゃなくてちゃんとインサイドアウトにまっすぐこうやって抜けていけば簡単にフックスライスっていうのは打てますんで、それをやっていただいた方がいいですね。フックスライス1球ずつ打とうかな。2球だけチャンスください。1球目フックどっちでもいいですよね。1球目じゃあフック打ちましょう。まあまあ、2球目スライス、これは完璧だね。ああいう風にフォロースルーのポジションを変えるってことが大事なので、ぜひやってもらいたいですね。ただドライバーとか長いクラブってそれ難しいんですよ。いや、できて6番円ぐらいまでの方がいいと思います。ドライバーはストレートに打てば一番飛ぶと思うんですよ、距離が。なんで曲げる必要ないので、よっぽど曲げなきゃいけない状況だったらもちろん曲げた方がいいんですけど、それはもうチャレンジ精神でいいと思います。完璧を求めない方がいいので、あんま長いクラブでやるよりはショートアイアンが一番曲がりやすいんで、ショートアイアンで打っていただいて練習をして、曲がる感覚がつかめてきたら一番手ずつ大きいクラブ、長いクラブにして練習をしていった方がいいと思いますね。ちょっと動画の最初ではリクエストに答えたお題でやらせていただきましたけども、それよりもフォロースルーの方が相当大切ですよっていうことが分かっていただけたでしょうかね。ぜひフォロースルーを意識して普段の練習から取り組んでみてください。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。